とうとう購入してしまった。自転車の積載問題を解決して、新たな問題を発生させる。サイクルトレーラー、バーレー、トラブオイ V2 の開封動画です。悩みに悩んで購入となったトラボーイですが、開封しながら気になるところを見ていきます。内容物は本体、タイヤ、取り付け金具、ストラップ、トートバッグ、取扱説明書になります。まずはトートバッグ。簡素な作りで折りたたんだトラボーイや内ポケットに取り付け金具などがぴったり入ります。ただ、このトートバッグが初代から V2 への唯一の劣化点で、旧型はストラップフックに固定して使用できました。ストラップは2本付属。長さは最長で90センチぐらいです。左右合わせて8箇所あるストラップフックに取り付けができます。対角にストラップをかけて、荷物を固定できる程度の余裕があります。ネジ止め式だった取り付け金具は、V2 でクイックリリース式に変更になりました。シートポストを縮める折りたたみ自転車にとって、一番恩恵を受ける変更点です。クランプ部分は3分割で、接触面にゴムが取り付けられています。対応するシートポストの直径は 25mm から 35mm で、T 型のネジ部分を回して長さを変更します。クランプ部分の幅は 4cm。この長さ以上のシートポスト突き出し量が必要です。シートポストの取り付けに対してトレーラー取り付け部分に18度ぐらいオフセット角度が設定されています。重量は 247.6g とずっしりとした重みがあります。樹脂製の専用ホイールは中心部分がボタンになっていて、押しながら脱着します。使用しているタイヤのサイズはエトルト表記で 44-203。子供用のバランスバイクで多く使われているサイズです。タイヤの空気圧範囲は 2.4 から 3.1 バールですが、タイヤの最大積載 40kg の場合は 2.5 バールまで。添付書類にこんな注意書きもあって、2.5 バール以下にしないとバーストの恐れがあるとか、ちょっと注意が必要です。チューブは角度付きの米式バルブで、サイズは 1.5 から 1.75 インチ幅のものです。樹脂ホイールって初めてだけど、性能はまあご覧の通り。トラボーイを使いこなせそうなら改造対象なので、とりあえずこのまま使います。もしかして最新のフックレスリムですか？まあそんなはずがない。樹脂成形の関係でフックが作れないのかもしれません。チューブ重量は 90g。タイヤ重量は 310g。樹脂ホイール重量は 455g でした。本題のトラボーイの組み立てです。その前に単体での重量を確認すると 3145g でした。底面裏には反射板が2つあります。収納時は横に倒しますが、使用時は立てます。スタンドを起こします。V2 で幅広のものに変更されて安定性が増えています。底面を完全に開くと、自動で固定されます。V2 でタイヤとの接触を防ぐサイドガードが追加になりました。ホイール中心のボタンを押しながら、タイヤを取り付けます。持ち手部分をひねって上段を開きます。上段持ち手をひねるとケンインバー部分が開きます。逆順で折りたたみができますが唯一違う点は、底面を畳むときに裏側にあるワイヤーを引いて固定を解除します。組み立て後のトラボーイ全体を見ながら、気になるところや寸法を見ていきます。まずはトラボーイの構造の中で一番気になっていた接続部分の構造、フレックスコネクターです。フレックスコネクターは硬いゴムのような素材で、自転車とトレーラーのねじれをある程度吸収します。不整地を走るつもりはないですが、どのぐらいの段差まで安定して走れるのか？トラボーイを使う上で一番気になっている点です。V2 からケンインバーに伸縮機構が追加されて、幅広い車種に取り付け可能になりました。ケンインバーの伸縮は接続部から折りたたみ軸までの長さで、35センチから 43.5 センチまで調整できます。トラボーイをケンインしてリアライトに被るなら、ケンインバーの根元にライトマウントがあります。2台上段の大きさは、幅43センチ、高さ35センチで、A4 サイズが入るショルダーバッグが似たような大きさです。2台下段の大きさも幅43センチですが、タイヤに近い部分は幅39センチになります。サイドガード最小幅は33センチ、最大幅は2台底面幅と同じ39センチです。タイヤ内側の幅は 46.5 センチ、タイヤの中心は51センチです。
トラボーイ最大幅は左右ホイールのボタン間で約60センチになります。底面から折りたたみ軸までの高さは52センチ、底面の奥行きはフレームが曲がっているところまでで21センチです。フレームの曲がりがクセモノで、箱型の荷物を乗せると隙間ができます。実用で問題はありませんが、ちょっと収まりが悪いです。最大積載重量は2台上段で 9kg、 下段で 18kg の合計 27kg です。自立させた時の最大サイズは、高さ 109.5cm、 幅 60cm、 奥行き 47cm、 3辺合計 216.5cm になります。JR の手荷物サイズは3辺合計で 250cm 以下、一辺の長さは2メートル以下、重量が 30kg 以下という規定があります。私鉄も JR と同じ規定が多いので、無理な積載をしなければ手荷物として持ち込めそうです。次に輪行を想定した組み合わせで、K3 をトラボーイに積載してみるとシートポストが目立ちます。シートポストを抜けば実用範囲に収まった感じで、想定通りです。便利かも、と思っていましたが、荷物を積み替える手間を考えると、あまり便利ではなさそう。折りたたんだ K3 とトラボーイは似たような大きさです。それぞれ袋に入れて運搬できますが、IKEA、リムパなら K3 とトラボーイをまとめて入れることも可能です。ただ、総重量は 14kg 超え。リムパの強度的に怪しいので、輪行というより車載や保管用途に限定されそうです。打本 K3 との組み合わせは、こんな感じ。全長約 2.3m、牽引バーなしで接続した方がすっきり収まりそうな感じです。そろそろ室内撮影が厳しいので今回はここまで。次回動画で自転車への接続や荷物を積載しての自走など、サイクルトレーラー特有の動きをまとめていきたいと思います。最後までのご視聴、ありがとうございました。